good. It is good.スーパーなんかと言ってるところてんなんですけど、ね、よくあのタレがついてたりするんですけど、本当は自分で作るタレが一番美味しいんです。で簡単なのは2杯酢ですね。酢と醤油をこの合わせまして、で一煮立ちしたら冷まして、そのまま使います。あるいは今日は2杯酢で食べるんですけど、ちょっと甘みが欲しいなって思う人でしたら、やはり三杯酢っていうことで、酢と醤油の他にみりん一つを入れて、この三杯になって、これも一煮立ちさせて、この甘いのがいいのかさっぱりしたのがいいのか、これは好みでございますから、どちらで召し上がってもよろしいかと思います。はい、ところてんは寒天をこう固めたものを出したものですから、これを味付けのもございますけど、味がついてないときは薄い酢に使ってますんで、洗ってザルに切っとくとすっきりした味になります。でここには、2杯酢を今日かけようと思います。3杯酢でも構わないんですけど、ただ薬味がないと美味しくないんですよね。ですからここでは、ちょっと薬味をご用意します。この夏の時にですね、食物繊維とともにこういうものをこう食べになるとすごく、食べやすくなります。よく酢の物がお嫌いだっていう人がよく聞きますけどね、なぜ嫌いなのかって、やはりあの酸味となんかが強すぎると嫌いになります。ですからその火を入れることによって酸味が和らぎます。はい、一回水で洗います。薬味をですね、洗って水気を切ります。これだけでもう十分かと思います。ごくごく簡単でございます。このように今度はところてんの水を切りまして、ここを器に盛ります。たっぷりあの食物繊維ですから、食べてください。ここに酢をかけます。煮切った酢をかけて、薬味と生姜を乗せまして、おろし生姜ですね、それですっきりとした美味しさでございます。酢と醤油のシンプルな美味しさを楽しんでください。ところてんができました。